代の世代って何のことか知ってる？知らないね。舘ひろしのマナも知らないね。あれが一番面白かったよ。で、今日は、たまに行ったら休日でした、多摩センターと、そのまま歩いて行ったら、案外そっちが空いてました。帝京大学の提供で、おぼこりしました。最後の2かなんて。絶対この中使わへんから。って言われたことある。タマリンドって何だったかな。なんか微妙な。